エドワード・フォックスは、イギリスの映画俳優。ロンドン出身。俳優の代理人として著名であったロビン・フォックスを、父とし、女優で作家のアンジェラ・ワージントンを母として生まれた。弟のジェームズ・フォックスも、俳優、ロバート・フォックスは、映画プロデューサーという芸能一家の長兄として1950年代から映画に出演するようになる。1971年の映画、恋で注目され、1973年の映画、ジャッカルの日で、冷静沈着な暗殺者ジャッカルを演じた。これ以降も、数多くの映画に出演して、イギリスを代表する俳優の一人としての地位を確立した。特にリチャード・アッテンボローの監督作品では、遠すぎた橋のブライアン・ホロックス中将、ガンジーでのレジナルド・ダイヤー将軍など、重要な役どころを演じている。私生活では、1958年に、女優のトレーシー・リードと結婚、その後長年の交際を経て2004年には、女優のジョアンナ・デビッドと結婚した。デビッドとの間に生まれたエミリア・フォックス、フレディ・フォックスも、俳優として活躍している。エドワード・フォックスバイオグラフィー。ありがとうございます。